レーデ修道院の教会堂のファサードレーデ修道院。3、サルバドール修道院は、スペインのナバラ州に立地するロマネスク様式を見せる現役の修道院。かつて、ナバラ王国の三蝶三世はこの修道院を指して、国の心臓であると賛辞を述べた。また、後のスペイン域内における修道院建築にも影響を与えたとされている。円形レーデ修道院は、 ナバラ州内でもアラゴン州との境界付近で、レーレ山の中ほどに立地する。基礎自治体で言えば、イエッサに属する。サンティアゴでコンポステーラの巡礼路のうち一番南のトゥールーズの道の墓からプエンテラレーナの道中にあたる。もっとも巡礼路との直接的な関連は薄かったと見られている。巡礼案内記には、レーレの名は出てこない。 ナバラ州の州都パンプローナは西へ 52km で至る。修道院の南方 2km ほどにはイエサのダムトとと、それにつながるアラゴン川が流れる。近隣にはフランシスコ・ザビエルの聖火であるザビエル城も立地している。例で修道院がいつ頃設立されたかは明らかになっていない。確認できる記録としては、エウロギウスが844年に訪れた際に、 修道士たちを称賛した文書があるため、また、パンプローナ王、イニゴアリスタもこの修道院に寄進をしたということから、少なくとも起源はそれ以前である。王家の墓所、王子たちの教育場所としても徴用されていた。口術のクリプトも旧世紀のものとされている。九十九年に、ナバラ王国が後ウマイヤ朝の襲撃を受けた際には、修道院も損傷を被ったが、三蝶三世は、 修道院の再建に助力した。1014年には、三蝶三世は、サンセバスティアンの町を修道院領として寄進したりもした。修道院の復旧工事は、三蝶三世の存命中には完了せず、1057年までかかったとみられている。その後も、境界道の改装などは継続された。振動は1076年頃、ファサードは12世紀で、 ロマネスクの様式が採用された。最も14世紀に、新郎はゴシックに変更されている。11世紀後半になると、三朝五世によりさらに、複数の礼拝堂、修道院や町を、礼礼修道院の参加として寄進され繁栄した。ナバラ王家が1234年に、フランスのシャンパーン入白、テオバルド一世に移行すると、礼礼修道院は社用を迎えることになる。 1239年にはそれまでのベネディクト会から、首都会への譲渡が決定された。この決定は、ベネディクト会の修道士たちには、受け入れがなく、立ちの数に並存することになる。その後70年間、両会の修道士たちは、霊で修道院内で対立を続けることになり、池田が述べるように、霊では、もはや名腹の霊的中心ではなくなっていた。のである。 スペインでは1830年代後半から1850年代にかけて実施された教会や修道院の財産没収の政策があった。例で修道院も一時期矛盾となった。その後、1954年にサントドミンゴデシロス修道院からベネディクト会修道士が派遣され復活を遂げた。21世紀現在でも日々の務めが行われる。 修道院であるとともに、観光客の受け入れを行う観光名所としての、側面も持ち健在である。宿泊者のための宿までも備えている。2014年6月、フェリペ王太子が、ヒレティシアを伴い、スペイン国王の名城として、初めての公式訪問という位置づけで、ビアナ皇太子国際賞の受賞式のために、レーレ修道院を訪れた。全体的には、ロマネスク建築である。 正面を西に持つ、教会道と南には、王家の霊廟を備えている。ファサードは、美霊の門と呼ばれる一つの入り口を持ち、両開きの扉の上部には、短パンとそれを囲むブシュールで装飾されている。短パンに掘られているのは五体の人物像で、キリストを中心としキリストの掲げる手の右側は、聖母マリアとペトロ、反対側には、ヨハネともう一人は不明、という配置である。 ブシュールには動物や仮面など様々なゾーンが配されている。短ンパン自体のサイズがブシュールと比して小さいため、その隙間はパルメットの唐草模様で保管されている。短ンパンの人物像とブシュールの造形のサイトも合わせ、短ンパンは別の境界から移設されたのではないかと考えられている。内部に入ると外人は単身廊で一部にロマネスク様式を留めつつもここだけは、 後世の改装のため基本的にゴシック様式を見せ、天井にはリブボールトがかけられている。そのまま進むと内陣手前で正面に3つの石像ボールトをいただくアーケードが構えられており、同じく3つの大小工人へアプローチしている。中央の工人に安置されているのは聖母子像である。この工人は外部から見るとわずかな窓を排するのみの単純な造形ながら、 石材の美を生かしきったもので最大の見どころと評される。建築家の名は記録に残っていないが、ロンバルディアから来た建築家か、あるいはかつてイベリア半島を石鹸した西郷と王国の建築の技を受け継いだ地元の建築家か、もしくはその両者の合作とも考えられている。今一つの名物はクリプトでレーレ修道院の著名な見どころの一つとされている。 名前の通り地下にある空間で上階を支えるためのアーチが多数配置され、そのアーチを支える柱がまた異上に短く、圧迫感を受ける空間を作り出している。アーチを支える柱が短いために、目線を上げずに観察できる中東は、様々なデザインが施されており、モザラベやロンバルディアの影響を受けた造形が見られる。プランは三両式で、上階の内陣と一致している。 ありがとうございます。